はい、まずはね、歪み横リアピックアップの、ね、この JB の方にかけた、状態です。ハードライブだともっとハードロックな音がするかなと思ったけど、普通のロックもバッチリいけます。意外に乾いててこっちの方が、和音の音もバッチリ聞こえてね、いいと思いますね。バッチリですよね。はい、しっかり音も伸びてくれます。で、今ちょっとで、ね、手がカテドロっていきましたけど、ここでアタックがかなり速い、こんな取れるも楽ですね。ってことは多分ライトハンド、なんか音の粒立ちがしっかりティク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 っていうね、タッピングしても聞こえてくると思います。やっぱ歪ますとこアームがいいですよね。ね、いろんなこう可能性があると思います。あとは少しこうね、やっぱリフなんかを弾くときはこうミュートの音ですよね。この辺がどんなエッジか気になるところなんですけどもね。はい、これだけでちゃんとこうバッキングになるような音圧があります。ね、こんな、ね、低音、こんな低音で、今クリシェ、ね、あのコードの中の音を動かしてみたんです。こんだけ低音で、結構歪ましてるんですけど、そんな中でもこう音が潰れないですよね。なんでプレイの意図をちゃんとこうね再現してくれる、音してると思いますね。はい、これがねリアだったんですけど、フロントはどうでしょう。ピカフロントにして、フロントでもこうタンギングみたいなチュッチュッチュッっていうね、アタック感がありますね。ただ太くてもやっとする甘い音ではなくて、非常にこうアタック感のある太い甘い音。出してると思います。少しボリューム絞ったらどうでしょうかね。結構グリーンっぽいことも。これね、指で弾いてみても
こうボリューム絞るとね、しっかりちょっとクランチトーンになってくれるんじゃないでしょうかね。ボリューム絞っても、なんて言うんだろう、音量がそんな下がらないですよね。歪みが少し落ちたみたいな感じで、今半分ぐらいまで絞った感じですけども、このボリュー、歪ました時にボリュームでね、こう音作りができるっていうのは魅力ですよね。その辺、こう、見た目以上に幅が広いかなと思いました。でもですね、ちょっとやっぱりこう、このね、リアのパワー感なんかを感じるとですね、ディストーションもちょっと試してみたいなと思うので、ちょっとディストーションの音も聞いてみましょう。はい、ちょっとね、これディストーションに変えてみました。この乾いた感じすごくいいですね。ピッキングハーモニクスなんかも出やすいです。さらにこうね、サスティも伸びた感じします。はい。この辺のね、ビッグスクラッチの音なんかもね、攻撃的でいいと思います。ね、アタック感もいいですね。ちょっとライトハンドもいってみましょうか。こんだけアタック感があればいろんな、プレーに対応できると思いますね。うん、ちょっとこれはいいかもしれない。うちのディストーションと非常に合ってるのかもしれないですが、ちょっとこれは欲しいです。聞きながらこうちょっと顔も悪い顔になってしまうぐらいな感じですよね。ちょっとこれあの担当の人に聞いてみようと思います。ちょっとこれは買いかもしれません。買います。いいです。これでボリューム絞ったらどうでしょうかね。ちょっと半分ぐらいまで絞って、うん、いいグランチになってると思います。クランチクリントンみたいな感じでね、こんなね軽く弾いたらもうほとんどクリーンのような、なのにこうボリューム開ければこんな感じで、ボリュームだけでね、これだけの幅が出せれば、まあちょっとしたエフェクター1個いらないんじゃないかなみたいな、ぐらい、ポテンシャルが高いというか、こう反応がいいですね。やっぱりこう電気パーツなんかもいいものを使ってるので、こうボリュームで音作りができるっていうのはね、ディストーションでもこれ、証明できましたけども、本当にこれちょっといいですね。ディストーションが最高ですということで、一応ね、これで、生音からクリントーン歪みという形でですね、いろんな音を検証したり、いろんな場所でね弾いてみたりしました。
こんなね、日時遅れてもつまらないとか、ここまで全然余裕で手が届くとかね、まあそういういいとこもいっぱいありますし、それでいてね、こういうハードロック系とかに偏らない幅の広さを持ってる、そんなこともよくわかりました。まあもっといろんなことを喋ったと思うので、その中でね、皆さんが感じていいなと思ったらご購入いただければと思いますけども、僕もちょっとこれは購入しようかと思います。はい、そういうことで、この不次元のね、エランですね。エランシリーズ、これの思想を終了したいと思います。